テレテテテレテテ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 暑いです。今日は暑い。今日何月何日？2022年5月の7日。5月の7日、晴れ。いい天気やね。ゴールデンウィークも。そうそう。ゴールデンウィークもなんかもう雨ばっかりやっていう天気予報やったのに最初の方。まあまあ晴れて皆さん良かったね。良かったかな。僕はもう1ミリもベキの散歩以外は家が出てないですね。仕事忙しいね。毎年忙しいね、ゴールデンウィーク。10年前とかはね、結構ね、そんなことなかったので、高野山とか自転車走ってるよね。そう、フェイスブックが教えてくれるやん。そう、10年前なの。高野山行ってるわ。そうそう、俺高野山行ってるやん。そう、今井さんと高野山行ってるし。そして今日は、まあ、終電に向かってるんでところをこうドライブラジオというところで、仕事で足りないし、そう、素材があったから絵の具をね、買いに行くんですけどね、布用絵の具をね、布用絵の具を買いに行こう思ったら、まあ、とりあえずネットで注文したんやけど、ゴールデンウィークやから来えへんと。行くところ、本屋さんはさ、ゴールデンウィーク普通に開いてんね。そう、全部開いてる、日曜日。そう、しょうがないから買いに行ったけどな。そう。バスでみんな働いてはんねん。赤日関係なしやもんな。だから、土日開けてからの出荷やから、ネット通販で買った方が、ね、もうちょっと待ってられへんなと、納期がやばいぞと。日焼けするよ、片方だけ日焼けしてるからな、日当たりの方がそれだけかけとくわ。車でね、焼けると耳はまだ開けて、そうそう、扇風機ね、今日扇風機設置して、ちょっと荷物積みすぎてるから首振られへんという状態になってるから固定で、これ荷物ちょっと整理せないと。でもちょっと私も風当たってるから涼しいね。ミニの人が多いからね、見てはるの。ミニの人見てはる多いけど、サイクルキャップやカシャロの YouTube やから結局ミニのことあんま喋ってない。そうやね、ミニのこと喋って、ミニのことを喋りましょうか。過去第1回のボリューム1はミニのこと、ミニのことあんま詳しないからね。詳しくない。赤いプラス、そう何年、15年ぐらい前ね、ちょうど、ね、15年ぐらい前に車を買うと、はい、それまでもともとね、車遍歴は18歳の高校生の時に今では値段が沸騰してる AE86 レヴィン、 AE そう、 AE86 エンジン形式の番号やと思うんだけど、8686って。そう、馬トレノがね、イニシャル D でめっちゃ人気になって、そう藤原通って、時たま近所で乗ってるやつできるよね、あれ同じやつ。でも俺らが乗ってる時はトレノそんな人気なかった。トレノかレヴィンかっても絶対レヴィンの方が人気あったよ、走り屋の車ね。今も走り屋の人も乗ってる。今もそうちゃう、うん、今そんなにやってはるかどうか知らんけど、そうそう、でレヴィンも18から22かな、まで乗ってて、で19からで僕はスキーにドハマりするんですよね、スキーにドハマりして、レヴィンって FR で後ろのタイヤが回ってるから、雪道にえらい弱やね。そう雪道にえらい弱で、一回友達がその時トレノに乗ってて、86のトレノに乗ってて、その子の友達の、トレノでスキーに行った時に、もう駐車場に入らへんの、ハンドル切ってるけど曲がれへんの、そこのちょっと下がれへん、そうそう、押してへんって、ほんま1時間ぐらいかけてやって駐車場に入れてあれしてもうこれあかんぞと。でもちょうど、まあ、要はハイラックスサーブとかそういうのも四駆とか、四駆の大ブームやって、でパジェロとかさ、パジェロとか、そうそう、ね、パジェロとかビッグホーンとかテラノ、日産のテラノとか、もう大ブームやってる。で先輩が
あのハイラックスの乗ってて、ハイラックスビッグホーン、みんなそんなにスキーテルとか乗り換えていって、でデリカを買ったよね。ホンマスターワゴンの方が欲しかったんやけど、あのカクカクした方ね、あんま走らへんやんけ、うん、そうそう、でちょうど買うぞっていう時にスペースギアが 出た当初、一番最初のスペースギアを、そうそう、デリカを買っに買い替えて、あれよかったね。デリカはもう布団引いてたもん、もう後ろはもう完全にフルフラットにして、布団引いて、であのシートとシートの間のところにスキー板入れて、でもうハンガーみたいなのかけといて、スキーウェアかけて、そうそうそう、うん、で、夜中出た、そうそう、夜中出て、朝そのまま滑る、ちょっと仮眠して滑る、朝中ついてちょっと仮眠して、そう、やり始めの時はね、一番最初にシュプールを描くんやとか、わけのわからん発想でほとんど寝ずに、一番前に、駐車場の一番前に並んで、後半はね、もう寝てても眠たいから、午後券でええわとか言って、あれ快適やって、あれはデリカは快適やって、あと野沢とか行ってもさ、宿泊まったよね、外湯入って、でも寝てたもんね。野沢温泉はね、外湯があるからね、だからもう駐車場に入れて、で3月とかになったら駐車場タダになる、今は知らない、当初も もう30年前ぐらいかな、30年前はタダやったんや、3月はもう、だから駐車場タダやから、でもデリカ今流行る車中泊ですわ、前ね、そうそうそう、ね、2泊とかしたもんね普通に、で外湯温泉入って、でなんか喫茶店、好きな喫茶店、名前知らんけど、喫茶店あって、そうそう、ロゴハウスの喫茶店、そうそう、あっこでいつも食べてね、食べてさ、何食べてこぼれてへんねんけど、ブドウジュースは飲んで、山ぶどうジュースがうまっ、あれが美味しかったよね、山ぶどうジュース飲んで、でリンゴグミ、お土産、そうそう、リンゴグミをアホみたいに買って、で帰道中リンゴグミもむしゃむしゃ食べて、そうそう、むしゃむしゃ食べるから、あそこに入ってるリンゴグミっていうお土産があって、そう、野沢のな、あれめっちゃ美味しかったな、そうやね、上田野沢良かったわ、あれよく食べてたわ、そう、スキーばっかり行ってね、あれでデリカは23から27まで、何年や、4年、そう、4年間、そうそう、白浜行ったりな、そう、4年間でもめちゃめちゃ距離走ってたからね、軽く10万キロは超えたからね、お兄ちゃん、そうそう、兄貴とか先輩とかが行く時にもう俺行かんって、俺のその時雑貨屋で勤めてたから、平日がほぼ休みやったから、要つるんでる頃はみんなサラリーマンやから、土日が休みやから、土日に月行く言うて、車貸してくれって言って、俺の車だけは用意してたもんね、行ってた、うん、で平日な、そうそう、遠出やって野沢とか行ったけど、近場やったら、そう、函館山、滋賀県函館山、八北もん、うん、石川県のあそこも用意、扇風機が泣いてる、扇風機が動なってるやっぱスキーは楽しかったよね、だから俺自身は19からとりあえず結婚する24ぐらいまで毎週のようにスキーに行って、で結婚してから独立するっていうので、お金がいるっていうので売ったんよね、デリカは、そうそうそう、そう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 、何本ぐらいで売れたんやったっけ、90万ぐらいで売れたよね、たぶん、うん、90万ぐらいで売れた、そうそうそう、20万近く走ってるの、90万近く売れて、でお金を貯めてたお金で堀江に店出して、でその間はほとんど車乗ってないね、5年ぐらい乗ってないんだね、兄貴の車にちょろちょろ乗ってたけど、で堀江に雑貨屋さんオープンさせて、で堀江バブルを経験して、堀江バブルが終わってきてちょっと下火になってきたところで、店を移転しようってなって、保証金で200万やったっけ、200万返ってくるっていうので、車をそのお金で車を買おう言って、でミニをね、そしてミニを買って、ミニはもともとなちっちゃい車好きやって、そう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 、ほんまにミニ乗りの人にはあれやけど、フィアット500が欲しかったんですね、チンクエチェントのルパン三世が出てる、あれがもうルパン三世がもう大好きやったから、あれが欲しくて、あれもデリカ乗ってる時に
あの何回か市場撮市場っていうか横に乗せてもらったりとか、うん、専門店にも何回も行ってんねんけど、あれは1台で乗る車ではないしね。だって前の何あれ、ボンネット開けたらアスファルトの地面に見える感じやもんな。ほんまめっちゃいじってる車の横に乗せてもらったけど、80キロ出すのも必死やもんね、エンジンうなって。これはちょっと厳しいなぁ。2台目としてはいい、サブ感としてはいい。そうそう、サブ感ね、メインはちょっと市内ちょろちょろすんのとかはいいと思うねんけど、高速とかこれ大変やで。もちろんエアコンないし、で冬場マフラーね、そうヒーターもね、あのエンジン後ろについてて、ミニみたいにこう冬場エンジンの燃料を入れるっていうこともできひんから、ね、マフラー手袋してジャンパー着て乗らなあかんっていう、これちょっと厳しいなと思って。であの、まあ、好きな車がフィアット500と、あのワーゲンバス、昔のそう、ね、ワーゲンバスとミニっていうこの、多分皆さん一緒やと思うねんけど、この辺の車好きなやつ、うん、で一番こう玉数があって安い、当時安いミニに白羽の矢が当たって、吹田のもう今ないんかな、違う、豊中かな、の方の大型店にちょっと見に行って、うん、でこの子にちょっと一目惚れして、シートもな、可愛かったな。そうそうそう、当時98万、そうやった、98万で買って、100万以内で買えんねやと思ったで帰ってきたんやけど、納車の時にこれもタイヤちょっとやばいんで気をつけてくださいねって、あ、はいはいって言って、夜夜って言って、それ見てな、もうブレーキ音とかもえげつないし、これあかんのんちゃうかと思って、で家帰ってからタイヤ見たら、ほんまにもうこれ、裂けそうな感じで。だって、あの、去年から家帰ってくる時もさ、ブレーキがずっと下道で帰ってきてんけど、あのブレーキ泣きっていうの、そう、ブレーキ泣き、えげつなかったもんな。そう、恥ずかしいぐらいブレーキ泣きしてて。なんかこう横の人が見たりとかするぐらいすごい音がして、そうそうそう、でこんな車大丈夫なんかなと思って帰ってきたよね。そう、あれ冬場やったんやったっけ、なかったの、冬やね、ね、11月やね、うん、でちょっと寒くてエアコンかけよう思ったら煙出てきてね、そうそう、上のところからなんか煙出てきて、でそれであのもうその水田の方もお店持って行ったんやけども、太陽がそんなにちょっと良くなかったから、あの今お世話になってるスミスサービスっていうのがあったから、もうそこに行ってみようかって言って、中古を並べてって感じじゃないもんね。で、あのよそで買った車やけどいいですか言うて、それ言えますね、うん、いいよ、かめへんよって言ってもらって、で見てもらってからのずっと付き合いよね。そうそうそう、だから買ったとこではもうほとんど見てもらってないよね。最初の何回かは言ってる、毎週、そうそうそう、毎週なんかトラブって、毎週も見てもらってた、よう止まったもん。スミスで見てもらう前はほんまによう止まったもん。しょっちゅう止まった。どこがおかしいか分かれへんから、そうそう、どこがって分かれへんなりに行って、結構なんかお金はかってな。そうそう。で、あのスミス持って行って直してもらって、まあ、そっからはあのがっつり止まることはもうほとんどなく、まあね、ちっこいトラブルはあるけどね、うん、ラジエーター漏れたりとか。サービスはいいですよって、ミニを買うならぜひスミスサービスに行ったらいいと思うなと思う、今日この頃。大阪高石市にあるの。そうそう。で、ちなみにはもともと92年式のメイフェアやねなんですよ、うん、オートマのね、ミッションじゃなくてオートマや、え、オートマなんてよく言われるけどオートマなんですよ、はい、そんなにこだわりがなかったから、もうこの側にこれ、そう、側に惚れ込んで買ったから、うん、92年式のオートマっていうのはもう買ったらあかん、ミニの代表みたいな感じで、キャブレターからインジェクションに変わった年のミニなんで、ちょっとのインジェクションがアホなんですね、コンピューターが。だからこうおかしいエラーが出ててもコンピューター通して調べてみても何もおかしくないですよって言ってると、エラーが探されへんという、ちょっと厄介なミニなんで、あんまり見てないし、オートマやからやっぱね、そんなにミッションの方がやっぱりいいみたいで、ミニカーも、あ、まあ、走りも楽しいしね、ミッションの方が。そのこだわらず買ったんですね。これあの側がマーク3
マーク1、マーク2、マーク3だってマーク3の側になってるんで、あのそういう風にいじられた車体なんで、エンブレムとかもあのマーク3と同じようなエンブレムついて、10インチ化してあのオーバーフェンダーをカットしてモールつけて、モールね、時々こうペラ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 って外れ外れるモールつけて、シクロのレース行く時に、うん、あの年明けたぐらいにバーって外れてるのを発見するの、ね、そういういじられ方をしてるミニになるんですね。あとあのね、あのフェンダーミラー、ミラーが横についてる、そう、かわいいやつ、見た目がかわいい。だから自分でいじったっていうのはもう最初に行った時に、あのスミスに行った時にこのままでマフラー落ちるで言われてマフラーがもう落ちそうな、ガタガタやでって、じゃあマフラー変えますって言って、あのバルタンのマフラー、車高調整の効くバルタンのマフラーと、あとあれですね、あのショック、車高調整の効くバルタンのマフラーとバルタンのショック、うん、車高調整の効くショックを変えてるぐらいかな。僕はもうその買った、ま、当初のまま、うん、足回りとマフラーだけ、うん、バルタン製にしてたけど、ね、かわいいバルタンの白い の太陽のマークに入ってる、まあまあ調べてみてください、バルタンのショックとかマフラーとかで、あのセンターマフラーじゃなくてサイド出しにしたんよね、落ち着いた感じでっていうので、うん、だから結構あのもう古い形のレプリカのミニ太郎になりますね、うちの。そんな感じかな、うちのミニは。はい。あのいじってないし、あんま詳しくないんでね。シートがあのこの年式のシートのあれじゃないよって言われたんやけど、そのシートが何だかは覚えてないですけど。シートっていうのもあのその時の年式のシートにシートカバーつけてるだけなんですけど、もうシートカバーも破れてビリビリなんで変えたいなと思ってるんやけど、シートカバー結構高いからね。おいそのことを自分で縫うかっていうのも思ったりもしてる、ね、そうね、ね、そのなかなか暇がないからね、なかなか暇がないもん、やっぱりそんなんしてる暇ができたら縫うんやけどっていう、このシートビリビリやからちょっと恥ずかしいなと思ってる今日この頃、ミニちゃんも嫌やろしな、シートビリビリやったらねっていう、そんな感じかな。でミニはだから長いよね、長いね、一番長く乗ってるんちゃうかな。そうそう。まあ多分この子は完全に乗れなくなるまでは乗ろうと思ってるんで。やっぱりちょっとね、フラット滑ってるんで、そんなにあのガーンとアクセル踏んだりとかできるので、優しく優しく、セミオートマのように1速、2速、3速、ドライブっていう感じで走ってるんで。ね、直したらいいんですけどね、なかなか直してないよね、いろんな故障も、まあ、付き合っていってるって感じで、ね、エンジンがあの朝一かかれへんとかのいうのも直そうも直せるんやけど、あったかなってやっぱかかる、この前かかれへんかったけどね、この前ちょっと寒かったよ、だからじゃないかなと思う、今日は寒くかかりましたね、平野さんに言ったらそんな感じ、そうそう、そんな関係ないって、うん、どういう、まあまあ、なんか どっか調べたら分かるんやろうけど、なかなかね、付き合いながら、まあ言っても、夏場はラジエーターの水見るのと一緒で、冬場はブレーキパーツクリーナーをふっかけるっていう動作だけやから、うん、まあまあいいかなと思いながら乗ってるんやけど、一回かかったらね、まあまあかかるから、なかなかミニは楽しい車や、ペットやね。ペットみたいな、うん、ペット、ね、ラジオ楽しいやろうからあれやな、おはがきコメントとかで入ったな、それを読んで喋りたいわ。そうそうそう、え、それは経費やろ、はがきはまあいいけど、コメントとかメッセージ、コメントなのかな、 YouTube いまいち分かってないんで、コメントとかダイレクトメッセージとかで来て、それを読むね、その人のテーマを喋るのが、このテーマを募集してってやりたいなと思うんだけど、誰やねんお前らって感じやろから、うん、何者かにならない、
何者かにならなあかんなと思うけど、ここアーケードなくなったから曲がるとこ一瞬分かれへん。もうすぐやで、ここまだよ、もっともっと向こうね、車止まってるわ、白い車止まってるとこ、マクドナルドね、なんか看板でね、開いてないね。貨物車のとこは開いてるけどね。あの前開いてるね。あ、よかった。よかった。よいしょ、よかったよかった。よいしょ、仕入れ先に着いたので、とりあえず今日は、ボリューム1、多分あんましょうもないと思うけど、ボリューム1のラジオは、今日、ちょっとずらそう、まっすぐ入ってる、おいしょ、ボリューム1ラジオはおしまい、おしまい。じゃあまたあの仕入れとか車乗るときに、めっちゃ歪んでる、アルパカの人形置いてて可愛い、ね、そこ赤い服と青い服着た人のアルパカの人形、え、あ、出てる、枠に入ってない、あら、そう、よいしょ。というわけでまたあの車に乗るときにこのドライブラジオの撮影をします。なんか写真撮っとるけどね。じゃあまた次回、バイバイ。